はい、皆さん、こんにちは。はい、今日はラジオマンの時間でございます。最近ね、ラジオマンの名前をね、勝手に俺が言っくっちゃって、ね、なんだか、安藤マンジャックとかね、ドゥドゥマンジャックとか変なこと言ってますけど、実際は、ラジオマンでございます。そうですね、今、ジャックって一緒だったでしょ。い、言っちゃいそうなんだ。まあ、それでね、今日は安藤君も言いたいことがいつかあるだろうし、あの、俺はこれも安藤主催だから、言いたいことあんまないんだけど、まあ とにもかくにもですね、お風呂に入って気持ちよくて、うん、そうね,ね、ご飯食べて酒の前にラジオ撮っちゃうってことをね、うん、言ってみたいと、今日日2本目だと言ったんだけどな、ね、なるほどね。まず1本目はね、なんといってもラジオマンですよ。はい、今ね、このラジオマン人気があるかどうかも分かりません。そうだね,ね。ラジオマンがいいって人で書いてよ、いろいろさ、コメントが欲しいですね。ねコメントが欲しいな、ね、んだ、あれで、今度こんなのやってくれとかさ、うん、こいつ気に食わないとかさ、最後なんとかしよとかさ、いき書いてれいいんだよね。<laughs> うんはい あの悪ていうのは私がやりますからね。わかりました。はい。あ、はい、った事実を僕は話すだけです。じゃあ行きましょう。はい。安藤裕二のラジオマン。マンいい感じでしたね。はい。うん。じゃあ、まああのー、そうね。じゃ今日最近あったことっていうので、うん、まずはね、自粛は解除されて、ああ解だ昨日あのー、僕らは浅草のホッピー通り行ってきました。 行ってきたね、ホッピー通りね。あのね、やっぱりずーっとね、やっぱり自粛の関係で、やってなかったのよ。うん、あまりにもやってなくて、ね、どこがホッピー通りか分かんなかったっていうのがね。探したんだよね、前な。そう、だから何度も通ってたの、あそこの場所って。うん、そうそうホッピー通りは全部やってるって聞いたんだけど。うん。うん、やっぱり、閉めるんだけれども、まあ、 空いたら、あの、頑張るっていうか、そういうスタンスなのかなそうね。うん。だから本当にね、にぎわってたね。そうそう。いやおすめのお店の岡本っとこ行ってきてね。はい。いや、にぎわってた。うん。八時までは八時までなんだけど、うん。たっぷり飲めるしね。そうそうそう。本当よかったね。もう九十分制限なんてのもないし、しないしない二人制限とかそういうのもない。なんないそう。 これはね、ちょっとね感動した何人でもって言われたもんねね素晴らしいですよ。うん、安藤君なんかね電気ブランド天国と地獄を飲んじゃったそうまたネーミングいいじゃないですかでどっちが天国ですよ。どっちがだったらさ度数が違うだけだってんなそう天国は30%、うん、地獄は40%そうね、まあ、どっちでも美味しいだろう、ね、美味しかったやっぱね地獄のストレートってネーミング最高でした <laughs> 殴られそう。<laughs> <laughs> いやでもね、それ以外もね日本酒も飲んだし、うん、普通にね、焼酎も飲んだしね、うん、ウーロン茶飲んでる人もいたし、はい、人もいたっておかしいけど、うん、まあいろいろ楽しめたと思ったねそうですねう最初はビールだから本当にやっぱり今まで何、うん、だろうな、まあ、日本の、まあ、東京のっていうのかな、うんうん どこの町行ってもやっぱり死んでたじゃないですか。死んでた、死んでた。そう、あれのね、活気づき方を見てると、うん、ちょっと希望が持てたかなって感じがし、ね、俺はね、感謝してるんださ。うん、あの今度また静岡行くけど、うん、静岡って飲めるじゃん。そうなの。素晴らしいなと思った。はい。でもあの市長選でね、言わそうっこっちゃったね。それ残念,、ね、残念だけど、うん、でもね。 思ったけどやっぱり店入いたら東京はすごいよ。うん、全然違うよな。違う違う。も何もそうそうそも。ああいうのね、もうなんだろうね、すごいよねうん。だからやっぱりね、自粛するのが正しいって言ってる人たちは、やっぱりこれはもう一生かかってもわかんないのかなって感じがしち、ね。だからお酒飲まないじゃないあお酒にね、上と置いてない人多いからね。 まあ別にさ、あのお酒を何が何でも飲みたいっていうわけじゃないのよ、お酒を飲むっていう選択肢、うんまあせ、その選択を自分が持ってるか、うん、これ大事であって、やっぱ選択の余地がないっていうのはもうだめじゃないですか昔、俺たちの時代になったらさ、親がね、あの駄菓子屋で買いしちゃいけないと、うん、不衛生だからって言った時代になったんだよ。 そんなこと言われたってさ、駄菓子屋って社交場なんだよ、ホッケってね。大人の社交場どこだったかって言ったら銭湯なんだよ。お風呂屋さんに行くと、要するにね、小上がりがあって、そこでね、ビール飲めたりとか、牛乳飲めたりとか、あういいね。あってね、そこがね、社交場で、みんなそこで力道山見たりとかさ、俺だってそれだから、力道山って長島だからね、映画で、ね、それが社交場でしょ、だから、駄菓子屋もそうだったんだよ。に ポケットに入れて行ってねくじ引きしたりいろんなことしてお金がある時もんじゃかってねそれが今さ浅草行って大人がどうしたらいいのって本当だよねラーメン屋も街にしまっちゃってさ何もできないじゃんそうでまたねそれに慣れていくっていうのがちょっと怖いねだからデリバリーだけど買って部屋で食うとかそういうのがさ 悲しいよそうね。まあ、それはそれでね、これ、雨の日とかもあるから、いいんだよ。いいんだけれども、それしかないっていうのは悲しいです。そうだね。うん。だから、多少雨でもさ、外で飲みたいって気持ちあるからね。うん。どうしようもないな、そういうかは。そうですね。まあ、なんで、ちょっとまあ、いい感じで、あの、頑張ってるの見ましたので、ちょっと期待を持ってます。はいはい。さあ、じゃあ、あの、もう一つのテーマはね、ネットのブロック。 これはいっぱい言いたいね。言いたいんだよ。いいね、僕結構ネットでね、ガンガン書いちゃうから、まあ、絡まれることもあれば、うんうん、あの、結局、ロあの、何ブロックされることもあるわけ。うーん,うん,うん、うんあ。で、今までどんなやつがブロックしてきたのかっていうのをね、ちょっとね、言いたいんだ。えー、っと、というのも、最近ほら、あの、北海道の大学に新聞記者が忍び込んだやつあったでしょで、やっぱもう、北海道ネタだから、うん、もう、麻酔銃撃てとかさ、もうみんなネタするんだ。<laughs> そうするとやっぱりそれをねあの朝日新聞の記者とか、うん、毎日新聞の記者がもう怒るんだよネタにすると。まあねね、でそしたらもうあるねジャーナリストこれあの軍司雅子さんって女性のねジャーナリストなんだけどこの人が「まああの茶かすな」って言うわけ、うんうん、だから僕真面目に書いたんだあのコメントを。 だから、あの、侵入した記者と指示した上司は犯罪者であって、うん、擁護している、まあ、ジャーナリストとか、左翼の連中は、僕は犯罪者予備軍と思ってると。うん。って書いたらブロックされちゃったの。おかしいよね、それ、ね。<笑><笑>んなんて言いゃいいんだよって感じじゃん、うん、<laughs> そう。で、他にもね、過去にブロックした人誰かっていうと、うん、えー、大村秀明、愛知県知事。あ、大村知事ね。そう。これなんでブロックされたかっていうと、うん、あの、要はあれ、 表現の不自由点でさ、うん、ひどい展示をやったでしょで、その割には、うん、その、令和になった時の、まあ、いわゆるさ、皇室のイベントに出席したって噂があったから、どうなんですかって質問したの。うんうん、そしたらブロックされました。答えられないことはブロックされました。そう。えー、次。えー、石川大河、立憲の民主党の議員だね。うん、はい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 。この人は、えっ、ー、と、要は表現の不自由点に称賛した人だ。うん で、他にも一年ぐらい前だったかな、新宿二丁目で、なんか飲んでたのか知らないけれど、うん、そしたら警察官になんか呼び止められて、俺は国会議員だぞ で、同活したあ,、はい、あの人、うん、でその人がやっぱりなんか東北と関わるなんか企画かなんかやってんのかな携わるっていうことをツイッターにやったから、うん、僕は東北の出身の人間として、あなたに関わってほしくないって書いたら、うん、そしたらブロックされました。いはい。<laughs> えー、次にですね、はい、町山智明。はい、これはあの、ま、あいわゆる左翼系の映画評論家ね。うんうん、で、この人はえっ、ー、と、 確かかね鶴のなんとかさんっていうう芸能人じゃそあの人がねいわゆるそのかんお兄さんの畑だったかな、うん、でここであの盗難があったとでその人が日本語喋れなくて大変だったんだよねって言ったら、うん、被害者仕草って言い出したの。うん 要は被害者ずらするなみたいなね、そういう話をするか俺ひどいと思って、あの人ロサンゼルス住んでるから、彼はこんなこと言ってますって僕英語で拡散したんだね。あのそしたらブロックされた。ひどいでしょみんなのこれ。攻撃的だな。正しくなるよね。だって向こうが正しいと思ってることを言ってるだから。攻撃的な役だと思うと急で十分なる。だからまあやっぱ左系の人って結構ブロックするの。ね。だから最近あのブロックされたのはあのレフティ平田って人なんだけど。 だからもうレフティさん保守だと思ってたからさちょっとがっかりなんだよ。でんでブロックされたかっていうとワクチンに対する考え方だよね。違うだだなんよあの人はみんなが打つべきって言うけれども僕はだって打たなくてもかかってないんだから打つ必要ないでしょって言ったらそういう意見はもう害悪だから削除するとか言うから。だだ僕自分のとこでたけけなんど まあそういう感じでね、今、実名全部あげちゃったけどね。いいねあの、俺があげようと思ったらあげてくれてありがとういま。はい、まあでもね、あのやっぱ大変なんだいろんな人に、ねんの。例えば俺の知り合いのね、あ,のある堀さんって、飲み行っ,てって <laughs> ちゃったの、うん、大丈夫この人はすごいさ、まともな人で、そ、うん、れで、ね、その人が、あのまあ、簡単に言うとさ、うん、ワクチンの話で、親がワクチン打って、で自分は打たないと、うんはい、親に、ね、同化されたって、なんと、かねああ、ちなさってないと、とか言って。 ええ、ありえないでしょ。親がやっぱりテレビに毒されちゃった人間とかそうなってるって嘆いてったらそれは嘆きますよ。うん、自由でしょうっていうんで。うん。うん、打つのはその人の自由だからね、うん。そうそうそう。打たないのも自由ね。そうそうそう。それをなんかこっちが正しいみたいな感じで言われて、ね。いや、僕、卓球っときますよ。はいはい。 僕もレクトーブロックされますかワクチン問題とか、マスク問題で、もう一個、マジックの要するに理論がでたらめなんで、ちょっと言ったんで、そしたら、マジック理論がでたらめなんだよな、俺にとってはな。ね。仕方がないよ、俺は指導者の立場だからね。だからまあ、そんなこともあって、続きがあってもいいぐらいまだ言える俺、そうね、じゃあ、あとは飲みながら言いますか。やりましょうか、まそんなわけで皆さんね、ワクチン、気をつけてください、たくさん死んでます、本当に。 ワクチンのためね。まあ、おすすめはしませんっていう立場ですね。はい。とい,いうことで。はい。また来週